秋山と戸郷というこの2人の先発になりました。まあ、特に戸郷の方はちょっと早めにマウンドを降りてしまうという結果にはなりましたが、今日はスタメンの北条が非常に好調でした。最終的には3本ヒットを打ったんですが、その北条のヒットから糸井のライトへの攻撃です。まあ、なんとかこれ先制攻撃という形で、ね、そうですよね、はい、ここでやっぱりね、あの、まあね、最近でもやっぱり取っとかないとダメですね。不調のサンズはキャッチャーファールフライ、もうこの辺りで岡田さんが本当に戸郷はちょっともういつものフィールドと違うというところで、この初回は点を取りたいという話だったんですが、点が取れませんでした。まあ、苦労して点が入らない中でジャイアンツの方はこの一振りで丸のセンターへの18号ソロホームランという形でまず先制点が入りました。まあ、昨日も先制はこの丸だったんですが、今日も丸が先制、ご覧のポーズで戻ってきます。そして3回、まあ、先ほどのヒーローインタビューでも触れられていましたが、2アウトランナー1塁松原、まあ、この辺は岡田さんからかなり突っ込んだ解説をいただきましたけど、ねえ、まあ、牽制の時の癖であるとかね、キャッチャーの指示、そうですね、はい、そしてランナーをこう非常に気にして、そして走られた後、松原のセンター前タイムリーヒット。まあ、お互いチャージをかけていたんですが、近本のエラーもありまして2点目が入ったということです。3回です。この回は北条レフトへツーベースヒットになります。まあ、タイミングが非常に悪かったんですが、セカンドを取りました。5番サード大山で、この後ピッチャーの戸郷がノーアウト満塁から大山にも押し出しフォアボールということで、まあ、途中はトレーナーが行ってというような場面もあったんですが、結局このフォアボールによって交代になります。これで2対1、まあ、さらに岡田さん、こうノーアウト満塁ですからね、外のボールのスライダーを振らされ、まあ、そしてこの、まあ、さすがこの辺は大江というところです。いや、点を取るチャンスはあったですからね、もう5回までは間違いなしになりますからね。ありましたね。秋山も点を失った後粘って、この2アウトランナー3塁から吉川尚輝を空振り三振、結構フォークを見切られている中で最後はそのフォークで決めました。5回です。タニアに変わったんですが、ここで糸井がレフトへツーベースヒット、まあ、ほぼチャンスだったですもんね。満塁で、最終的には2アウト満塁というところまで行きましたが、小畑がピッチャーゴロ、まあ、この打順の巡り合わせもあるんですが、しっかりものにできませんでした。で、まあ、一つの悩みになりました。6回にこの藤波投入ということにはなるんですが、ワンアウト1、3塁から変化球で2つ三振。ただ、やはりこの5回のセーブの後出てきた割には時間がかかった、どうなのかな、準備はどうなのかという器具を岡田さんが持っていましたが、なんとかまあこの6回抑えたんですが、7回です。ワンアウト1塁から若林のね、レフトへのヒット、このつなぎが良かったです。あ、ほとんど芯で捉えられなかったんですよね。1、3塁で、ここも吉川直樹がうまくライトセンター間に落とします。さらに2、3塁で、まあ、今日ヒーローインタビューを受けましたけども、松原の打球が、まあ、前進守備もあって2点、これがタイムリーになりました。これで5対1、まあ、藤波投入で一つ空気流れを変えようという試みだったんですが、これも2、3塁になってるけど、その前に2塁ね、はい、勝手に3人も行ってしまって、ああそうありました ねあれ吉川のが二塁打になったりのもね、ものすごい大きいですよ。大きいですね、なるほど。その辺の一つの塁というのは大きいですよね。一三塁したらね、あれ、はい、ゲッツーになってるかもわからないね。8回は4人目の斉藤がしっかり投げました。9回には今日出場選手登録された横山が登板。ただノーアウト一塁でこの若林さん、2号ツーランホームランを浴びました。1番セカンド吉川、まあ、ツーアウト一塁というところで岡本を迎えたんですが、まあ、ここはしっかりと
センターフライに打ち取ったという横山です。まあ、若林のしかしホームランによって7対1とリードが広がった形で9回を迎えて、まあ、1、2番のヒットがあってランナーが2塁1塁というところまではお膳立てはしましたが、最後は大山が見逃しの三振、田中豊樹が投げ切ったというこの最終回のマウンドになります。さあ、試合後の表情など伝えてもらいましょう。桐山隆史アナウンサーです。桐山さん。はい、矢野監督です。はい、満塁